こんにちは。全国障害年金パートナーズの宮里です。この動画では、障害年金受給代行の価格、つまり私たちへの報酬について説明します。私たちへの報酬は、障害年金の3ヶ月分となります。ただ、過去に遡って年金が認められた場合は、過去分の年金の 20% が報酬に追加となります。また、着手金として税込み1万1000円が必要となります。正直に言って、私たちの報酬は高いです。他の社労士さんの報酬と比べてもらえればわかりますが、通常は年金の2ヶ月分、過去に遡って年金が認められた場合は、年金の初回入金額の 10% かどちらか高い方というのが業界の平均的な金額です。では、なぜ私たち全国障害年金パートナーズの報酬は高いのでしょうか。その答えは、医者の世界で例えると分かりやすいかもしれません。もしあなたが風邪をひいたり、ちょっとした怪我をした場合、家の近くにある町のお医者さんのところに行きますよね。ですが、もしあなたが手術を必要とするような大きな怪我や病気になった場合は、その病気や怪我を専門にする専門医に手術してほしいと思いませんか？専門的な治療を受ける場合、医師の能力も高いですし、病院も高度な設備や医療体制を用意しなければならないので、治療費も高くなります。これは、障害年金のサポートを行う社会保険労務士でも同じことが言えるのです。ほとんどの社労士さんは、障害年金以外の業務もやっています。一部で障害年金だけをやっている社労士さんもいますが、すべての病気や怪我での障害年金に対応しています。一方、私たち全国障害年金パートナーズは、日本で唯一のうつ病による障害年金専門の社労士法人です。身体障害や知的障害での依頼はすべて断っています。その分、うつ病での障害年金に関しては、どこよりも結果を出しています。障害年金は、数多くの病気や怪我が対象となっていますが、病気や怪我ごとに認定基準や手続き方法も変わっていきます。その中でもうつ病は、最も審査や手続きが難しいことで知られています。一番難しいとされるうつ病での障害年金は、他のことをやりながら片手までできるほど簡単なものではないのです。だからこそ私たちは、うつ病の障害年金に特化しているのです。難しい分、より多くのスキルや知識を必要としますし、見えないところでいろんな設備投資も行っています。社労士業界では珍しく、AI も活用しています。その結果、私たちへの報酬も高くなっているのです。さて、ここまで散々私たちの報酬は高いと話しましたが、あなたが受け取れる障害年金の金額と比べるとどうでしょうか。障害年金の金額は人によってかなり違いますが、配偶者と子供が一人いて、最初に病院に行った時は厚生年金に加入していた場合は、年間で160万円ほど受け取れるケースが多いです。この場合、私たちへの報酬は年金3ヶ月分の約40万円となります。報酬だけを見ると高く感じるかもしれません。では、あなたが受け取る年金額についてもう少し見ていきます。障害年金は1年から5年に1回更新があり、病気が良くなったと判断されるまで継続して受け取ることができます。うつ病の場合、初回の更新は2年後というケースが多いので、今回の年金額160万円のケースで言うと、320万円の年金を受け取ることができます。5年間年金を受け取った場合、800万円になります。年金800万円に対して、受給代行の報酬は40万円です。受け取れる年金額と比べてみたとき、私たちへの報酬は高いと感じますか？もちろん、障害年金の金額は人によって違うので、
今回のモデルケースよりも年金額が少なくなってしまう人もいますが、その場合は私たちへの報酬も少なくなります。また、更新のタイミングで年金が支給停止になったとしても、それはうつ病の症状が改善したということなので、社会復帰を目指すのもいいかもしれませんね。万が一、再び症状が悪化したときには、再度障害年金の申請をすることもできますので、安心してください。それでは最後にまとめとして、今回話したことを振り返っていきます。まず最初に、私たちが障害年金の受給代行を行った時の報酬について話しました。続いて、うちは高いよという話。その後、全国障害年金パートナーズはなぜ高いのかということを町医者と専門医を例にしてお伝えしました。最後に、実際に受け取れる年金額と比較して本当に報酬は高いのかという話をしました。あなたにとって障害年金を依頼する社労士を選ぶ基準が報酬の安さであるなら私たちはお勧めしません。他にもっと安い社労士さんがたくさんいますので、そちらに依頼するのがいいです。一方、障害年金を手にして経済的不安を解消し、療養に専念したいのであれば、うつ病に特化した私たち全国障害年金パートナーズを頼ってください。それでは、あなたからの連絡を待っています。すべての人が対象になるわけじゃないですが、私たちがサポートして障害年金が不支給になった場合、10万円をお返しするという着手金の10倍返金保証があります。詳細はこのページの少し下の方に書いていますので、こちらも読んでみてください。